マリア・タナセ、マリア・タナセは、ルーマニアの女性歌手。1913年9月、ブカレスト郊外に住む、造園オン・コアンダ・タナセの、第三種として出生。幼少期に父、コアンダが、ルーマニア全土から雇っていた、若き庭師たちの歌う、各出身地の伝承歌に惹かれたことがきっかけで、歌手を志す。後に、コンスタンティン・ブライロユスの民族音楽協会と、 関係したことで、母国のフォークソング探求も志す。ブライ・ロイースはまた、歌手としてのキャリア初期から援助を行うことになる。また、民族音楽学者、ハリー・ブラウナーからは、1935年の民族音楽アーカイブを紹介される。1938年2月、ブカレストラジオにて、歌手デビュー。その1年後には、ニューヨーク万国博覧会のルーマニア館で公演した。 1939年から1944年にかけての動向については2000年夏にマリアロスカの著作による評伝が出版されるまでは知られていなかったが、その間には鉄英団から悪意の権限にあったという。一方で体制側が組織したフェスティバル出演時にはユダヤ人の友人たちを強制収容所を送りにしないとの条件を示し、 またブラウナーの恩義にも報いたとも言う。第二次世界大戦後は、講演や、フォークソング探求のため、ルーマニア国内を回り、またブルガリアユーゴスラビアソビエト連邦でも講演し、フランスでも録音活動を行う。1963年、ガンのため死去。49歳没。その死は国を挙げて惜しまれたという。ベル墓地に葬られ、 早々更新の沿道は彼女を悼む人々で溢れたという、ありがとうございます。